Dr. Roger Lea, the man who controversially claimed to have surgically removed extraterrestrial implants from more than a dozen alien abductees, has passed away. Lea was a highly controversial character within the ufologist community, whose work received passionate support from many extraterrestrial believers and experiencers. Now, why exactly do you think that implants are necessary? エイリアンによって体内に挿入されたインプラントを16例摘出手術したのがドクター・ロジャー・リアです。Or maybe millions of years older than we are may not use the same logic as we do. So the answer I'm going to give you is based on our human logic. It looks like to me that the entire human race is being genetically re-manipulated again. Because if you look at the children born within the last 60, 75 years,They are not the same human as a person who was my age. The 16th surgery did go by his real name, Ron Noel from Tennessee. Ron believes he may have had an abduction experience while camping when he was about 10 years old. When examined under theUV light, the LEAR team was shocked to see a rectangular chevron-shaped fluorescent tattoo on his skin. LEAR's team examined the implant removed from Ron and believed that it resembles carbon nanotubes.第16番目のケース、つまりエイリアンによるインプラント摘出手術は、テネシー州に住むロン・ノエル、実名でなされました。ロンは自分が10歳の時、キャンプをしている時にエイリアンのアブダクションを受けたと信じています。紫外線の下で調べてみたところ、リーガーのチームは三角形の山形をした蛍光色を放つ入れ墨がそこにあることを知り、ショックを受けました。リールのチームはロンからそのインプラントを取り出し、そしてそれが炭素ナノチューブに似ていると思いました。炭素ナノチューブは物質としては最も強固なものとして知られています。そしてそれは電子部品として使われています。これらのインプラントを構成している物質は、隕石を構成する物質としても最もよく知られたものと考えられているようです。つまりそれにはガリウム、ゲラニウム、パラジウム、イットリウム、ロジウム、それに希少アイソトープなどが含まれています。そのインプラントは摘出される前はラジオ電波 Radio Frequencies を発信していました。で、それを取り出してみましたが、どんな医療用道具や器具でもカットできませんでした。そのインプラントを取り巻いている物質はラウリン酸により抗バクテリア、つまり抗菌処理されていました。つまりそれによって体の免疫反応、つまり拒絶反応及び感染を防ぐためです。ロバート・コーンツによれば、これらの物質やアイソトープを元にして考えるなら、体の中にインプラントしたのが、それが誰であれ私たち地球文明よりも8000万年も進んだ文明、そして30万光年離れたところにいる人によるものと信じているとのことです。その
質疑の間、ロジャーはブラジルで起きた事件、つまりその事件では医師たちは外惑星人の折れた足を手術していたのですが、その異星人はその医師たちにこう言ったそうです。 I feel I am sorry、 つまりごめんなさいと言ったというのです。もしドクター・ロジャー・リールの発言が正しいとするならばですね、エイリアンはすでに人間改造計画に着手しているということになります。そしてそのインプラントは遺伝子学的に人間を改造するためのものだそうです。まあ、これをどう判断するかは皆さん、そして私たち一人一人の問題化ということにもなりますが、同時に全世界に出没する UFO 並びに UFO 現象をこの上に重ね合わせてみると、妙に符合性を私は感じます。つまり人間をですね、遺伝子学的に改造するために、まあ、人間をアブダクトし、そしてインプラントをある意味でね、次々とランダムに挿入しているということになります。またそう考えると UFO の持つ目的意味などもより鮮明に分かるようになるのではないでしょうか。ドクターロジャー・リール氏はですね、冒頭のインタビューの中でこう答えています。つまり自分がですね、子供時代の時の子供と現在の子供というのはあまりにも違いすぎると、その違いの向こうにインプラントがあるのではないかと。後の判断は皆さんにお任せしますが、しかしこの問題は人間の私たちにとっても大変深刻かつ重要な問題かと思われます。ここに今紹介しているインプラントは主にドクター・ロジャー・リール氏が取り出したものですけれども、中にはそうでないのも含まれているかもしれません。公開されている写真をランダムに拾い集めてみました。続く動画の中でさらにそのインプラントの謎について迫ってみたいと思います。 Bye for now。Aliens, Implants. Ben Emmeline Jones' case is this. I was in two minds about whether to write about the subject or not, but after long reflection, I think I should. One of the strangest phenomena in the UFO field is that of alien implants.It's also one of the most important because of its considerable level of physical evidence. Some people have reported that they have had objects inserted into their bodies, almost always people who also experience contact with extraterrestrial beings and or are otherwise involved in the UFO or mind control field.There are many theories about what the function and purpose of these implants are, but nobody knows
for sure. エイリアンによるインプラント、ベン・エミリン・ジョーンズの報告より。私の心はこのことについて書くべきかどうか2つに割れました。しかし長い間考え抜いた結果、書くべきだと。私が UFO 問題で最も不思議に思っているのは、つまりはエイリアンによるインプラントということになります。それは私にとっても最も重要な問題だからです。というのも、物理的な証拠があるからです。そしてそれが外惑星人とコンタクトをしたことがある人の体の中に挿入された物体であると報告する人もいますが、でなければ UFO に巻き込まれたか、あるいはマインドコントロールされたものであると報告する人もいます。そのインプラントされたものについて、その機能や目的についていろいろな意見はありますが、しかし確かなところ誰も知らないのです。懐疑派の人たちは、それは歯に塗ったエナメルが剥がれたものであるとか、何かの小石のような自然なものが何らかの形で体内に入り込んだものであると言います。他にガラスの破片であるとか、鉛筆の芯であるとか、金属や木の破片であるとかなどなどが、それは正しくありません。インプラントは時々外科的に外に取り出されることはありますが、それらは全く違ったものです。それは 0.2 から 0.4 インチの金属製の塊で、外部をプラスチックかセラミックのようなもので覆われています。科学的な分析によっても、この地球上で作られたどんなものとも似ていないということが分かっています。もちろんそれらは話題になっている電子機器にも似ていません。特にそのインプラントのあるあたりには、特に傷のようなものはありませんし、何か自然にそのあたりに入り込んだものであるなら腫れたり不快感があるものですが、そういったものはありません。それに反して神経や血管がそれを自分自身の肉体の一部であるかのように絡み合っているということです。エイリアンのインプラントを取り除くことを専門にしていた亡くなったロジャー・レイル博士は、それを自分のサイトで紹介していますが、インプラントは X 線写真や他の医療用の機器によっても撮影されています。ドクター・ロジャー・リア、 The man who controversially claimed to have surgically removed extraterrestrial implantsfrom more than a dozen alien abductees, has passed away. Leah was a highly controversial character within the ufologist community, whose work received passionate support from many extraterrestrial believers and experiencers. エイリアンによって体内に挿入されたインプラントを16例摘出手術したのがドクター・ロジャー・リアです。Is being genetically re-manipulated again. Because if you look at the children born within the last 60, 75 years, they are not the same human as a person who was my age. The 16th surgery did go by his real name, Ron Noel from Tennessee. Ron believes he may have had an
abduction experience while camping when he was about 10 years old. When examined under the UV light, the LEAL team was shocked to see a rectangular chevron-shaped fluorescent tattoo on his skin. Lee's team examined the implant removed from Ron and believed that it resembles carbon nanotubes. 第16番目のケース、つまりエイリアンによるインプラント摘出手術はテネシー州に住むロン・ノエル、実名でなされました。ロンは自分が10歳の時、キャンプをしている時にエイリアンのアブダクションを受けたと信じています。紫外線の下で調べてみたところ、リーガーのチームは三角形の山形をした蛍光色を放つ入れ墨がそこにあることを知り、ショックを受けました。リールのチームはロンからそのインプラントを取り出し、そしてそれが炭素ナノチューブに似ていると思いました。炭素ナノチューブは物質としては最も強固なものとして知られています。そしてそれは電子部品として使われています。これらのインプラントを構成している物質は隕石を構成する物質としても最もよく知られたものと考えられているようです。つまりそれにはガリウム、ゲラニウム、パラジウム、イットリウム、ロジウム、それに希少アイソトープなどが含まれています。そのインプラントは摘出される前はラジオ電波Radio Frequencies を発信していました。で、それを取り出してみましたが、どんな医療用道具や器具でもカットできませんでした。そのインプラントを取り巻いている物質はラウリン酸により抗バクテリア、つまり抗菌処理されていました。つまりそれによって体の免疫反応、つまり拒絶反応及び感染を防ぐためです。ロバート・コーンツによれば、これらの物質やアイソトープを元にして考えるなら、体の中にインプラントしたのがそれが誰であれ、私たち地球文明よりも8000万年も進んだ文明、そして30万光年離れたところにいる人によるものと信じているとのことです。その質疑の間、ロジャーはブラジルで起きた事件、つまりその事件では医師たちは外惑星人の折れた足を手術していたのですが、その異星人はその医師たちにこう言ったそうです。 I feel I am sorry、 つまりごめんなさいと言ったというのです。もしドクター・ロジャー・リールの発言が正しいとするならばですね、エイリアンはすでに人間改造計画に着手しているということになります。そしてそのインプラントは遺伝子学的に人間を改造するためのものだそうです。まあ、これをどう判断するかは皆さん、そして私たち一人一人の問題化ということにもなりますが、同時に全世界に出没する UFO 並びに UFO 現象をこの上に重ね合わせてみると、妙に符合性を私は感じます。つまり人間をですね、遺伝子学的に改造するために
まあ、人間をアブダクトし、そしてインプラントをある意味でね、次々とランダムに挿入しているということになります。またそう考えると UFO の持つ目的意味などもより鮮明に分かるようになるのではないでしょうか。ドクターロジャー・リール氏はですね、冒頭のインタビューの中でこう答えています。つまり自分がですね、子供時代の時の子供と現在の子供というのはあまりにも違いすぎると、その違いの向こうにインプラントがあるのではないかと。後の判断は皆さんにお任せしますが、しかしこの問題は人間の私たちにとっても大変深刻かつ重要な問題かと思われます。ここに今紹介しているインプラントは主にドクター・ロジャー・リール氏が取り出したものですけれども、中にはそうでないのも含まれているかもしれません。公開されている写真をランダムに拾い集めてみました。続く動画の中でさらにそのインプラントの謎について迫ってみたいと思います。 Bye for now。Aliens Implants Ben Emmelin Jones Case is this. I was in two minds about whether to write about this subject or not, but after long reflection, I think I should. One of the strangest phenomena in the UFO field is that of alien implants.It's also one of the most important because of its considerable level of physical evidence. Some people have reported that they have had objects inserted into their bodies, almost always people who also experience contact with extraterrestrial beings and or are otherwise involved in the UFO or mind control field.There are many theories about what the function and purpose of these implants are, but nobody knows for sure. エイリアンによるインプラント、ベン・エメリン・ジョーンズの報告より。私の心はこのことについて書くべきかどうか二つに割れました。しかし、長い間考え抜いた結果、書くべきだと。私が UFO 問題で最も不思議に思っているのは、つまりは、エイリアンによるインプラントということになります。それは私にとっても最も重要な問題だからです。というのも、物理的な証拠があるからです。そしてそれが、外惑星人とコンタクトをしたことがある人の体の中に挿入された物体であると報告する人もいますが、でなければ UFO に巻き込まれたか、あるいはマインドコントロールされたものであると報告する人もいます。そのインプラントされたものについて、その機能や目的についていろいろな意見はありますが、しかし確かなところ誰も知らないのです。会議派の人たちはそれは歯に塗ったエナメルが剥がれたものであるとか、何かの小石のような自然なものが何らかの形で
体内に入り込んだものであると言います。他にガラスの破片であるとか鉛筆の芯であるとか金属や木の破片であるとかなどなどが、それは正しくありません。インプラントは時々外科的に外に取り出されることはありますが、それらは全く違ったものです。それは 0.2 から 0.4 インチの金属製の塊で、外部をプラスチックかセラミックのようなもので覆われています。科学的な分析によっても、この地球上で作られたどんなものとも似ていないということが分かっています。もちろんそれらは話題になっている電子機器にも似ていません。特にそのインプラントのあるあたりには特に傷のようなものはありませんし、何か自然にそのあたりに入り込んだものであるなら腫れたり不快感があるものですが、そういったものはありません。それに反して神経や血管がそれを自分自身の肉体の一部であるかのように絡み合っているということです。エイリアンのインプラントを取り除くことを専門にしていた亡くなったロジャー・レイル博士はそれを自分のサイトで紹介していますが、インプラントは X 線写真や他の医療用の機器によっても撮影されています。インプラントは時々電磁信号を発信しています。それらが最もよく見つかる部位は手や足の中です。他にあばら骨とか頭の中です。それらは外科的方法を使っても不可能と思われるような場所、例えば脳や目の中の内部奥深くで見つかることもあります。あるいは挿入するとしても何らかの致命的な危険性が伴うようなところで見つかっています。先週私はメルリンマウンドの基地でスピーチをしました。他のスピーカーとの合間のことでしたが、隣の棟にいくつかの作業場がありました。その中の一つで体の中のインプラントを探知することができるということでした。そこにいた人が無料でそうしたサービスをし、それを調べてくれると申し出てくれましたが、私にはエイリアンにコンタクトされたという経験はありませんでしたが、その時気がついたのです。私は UFO を見たことがありますが、私自身はエイリアンに遭遇したことはありません。だから私は調べてもらう理由は何もないと考えましたが、その中の一人に簡単に説明すると、その中の一人が私をじっと見つめこう強く言ったのです。そんなこと言ってはいけませんと。私は我に返りました。それで部屋の外で手続きを待っている他の人たちに加わりました。で、すべての人を調べるだけの時間がないということになりましたが、幸運にももう一度調べてもらう機会がやってきました。私は自分の交通手段を持っていませんでしたので、ウィルシェアで一晩過ごさなければなりませんでした。その夜はそこで過ごしましたが、その翌朝、その会場にいた他の何人かの人たちとともに、インプラントの検査をしているチームの人たちによる検査をしてもらえることになりました。検査機器というのは、空港などで乗客が危険物を持っていないかどうかを調べるときに使う保安機器に似ていました。3種類の検査機器がありました。電波探知機、電磁波検査、それに金属探知機でした。方法は簡単なものでした。私はポケットの中を空にして部屋の中央に立つだけでした。調べてくれる人はその家の中のすべての
電気機器をオフにしました。電気的なノイズや偽の信号音などを最小限にするためです。そして3種類の機器を私の体の表面に当てました。金属探知機は私のベルトのところで大きな金属音を立てました。それにズボンのチャックのところでもですが、他のところでは無音でしたが、その後興味深いことが起こりました。電波探知機が何かを感知したのです。それは私の左上の方からおよそ 800MHz で単信号を発信していたのです。それは例えば電話やテレビなどでも発せられるものですが、その家の中の場所には隔離されていて、電話やテレビなどのものはありませんでした。調べてくれた人は、電磁波検査は必ずしも正確なものではないと言いましたが、電磁波検査でもそのあたりで反応がありました。私が興味深いと思ったことは、パルス信号を出している私の体のそのあたりは、私が HPANWO テレビ、つまりこうしたことを調査している研究団体の組織するテレビ局で、その2年前にその場所を指摘された場所でした。私は警告を受けていたわけですが、私は調べてくれる人が何も見つけないだろうと思っていましたが、好奇心もあり、はっきりけじめをつけたいとも思っていました。先にも言いましたが、私にはそれを疑う理由などありませんでした。また私にはそうしたインプラントが誰かによって挿入されたという記憶もありませんでしたが、はっきりさせたかったのです。それに私よりずっと深刻な問題を抱えている人たちを私は知っていました。目の中や脳、顎の中にインプラントを入れられた友人もいました。ケーラン・リー・ペリンの場合は歯に近いところにインプラントされていて、そのため激痛が走ることもあったそうです。私は今結局のところ何をすべきか分かりません。その家にいてスキャンされている間、神経質そうな女性がいて私にこう言いました。インプラントは緑色のエイリアンでなければグレー型のエイリアンによって埋め込まれたものだとです。エイリアンたちはその女性に対して、その人とコンタクトを取るためにその2年前に埋め込んだものだとです。で、その時私は初めて腕のマークに気がついたのですが、それ以上のことはその場ではありませんでした。そこにいた人たちはさらに調べることはないだろうと言いました。もしその物体が2年もの間そこにあったということですが、それまで私は何も気がつきませんでした。だったら私は何も心配することはないはずですが、どうして私なのでしょうか。それが問題です。多分私が UFO に興味があるからなのでしょうか、それとも私の過去と関係があるというのでしょうか。私は私の家族をターゲットにした政府によるマインドコントロールについては議論したことがありますが、もしインプラントのようなものが何もなければ、スキャナーは間違って反応するということはなかったはずです。私はこの物体の存在を適切な医療手段を使って確認する必要があります。が、問題はこうした手続きがこの NHS、 つまり私の町ではできないということですが、もし GP へ行き、私の腕の中にエイリアンが埋め込んだものがあるかどうかを X 線や電磁波などを使って調べてほしいと頼めば、多分調べてくれるでしょうが、X 線や精神病などは
ダメでしょう。私ができることといえば、胸に症状があるなどと言って偽の病気を訴え、それでもって X 線で調べてもらうという方法です。そしてその X 線写真を家に持って帰り、それがわかる人に調べてもらうという方法です。ともかくも、ある種のインプラントは X 線を通過してしまい、 MRI だけでわかるということだそうです。個人で MRI 検査をしてもらうというのにはお金がかかります。私の経済では無理です。もし可能ならばということですが、外科的に取り出すとなるともっとお金がかかります。どこにその物体があるかによっても費用も変わってきますが、もう一つ問題があります。中には莫大な費用をかけ、苦痛に満ちた手術をして、それを取り除いたとしても、その直後に別のものに取り替えられてしまうということもあるそうです。で、ある女性は私的な手術を受けるため遠くギリシャまで行ってそれをしたそうです。何週か後にその女性は家に戻ったのですが、また誰かによって全く同じ場所に別のインプラントをされてしまいました。で、今は私はそのままにしておくことにしました。過去24ヶ月何もなかったのですから、これから先24ヶ月何も起こらないことを期待しています。何か起これば、この問題についてはまた報告を書きます。ベン・エムリン・ジョーンズより。